あとですね、はい、いや木村社長のやっぱりこの夢っていうのはこう、まあ、人様をね喜んでもらう、うん、あとやっぱり何かもっとこうこれからやろうということは、やっぱりねこれからねまた世界が一つになりかけて、ゴルバチョフさんが平和条約で、うんうん、冷戦が解除になったと、はいはい、いうことがこう20年25年、はい30年続きましたですね、はい、ちょうど85年からですから35年ぐらい続いたんですけど、今ここ数年ちょっとまた冷戦のようななんかちょっときな臭いんで、はいはい、でも目に雨歯に歯をっていうんじゃなくて、うん、もうちょっと政府としてはそういうこと言えないだろうけれども、民間と政府の中でも一人こういうみんな政党なんかやりたくないわけです、はいはい、だからその中をこう立ち上がってやっていける形を持っていかないと、また 5.15 とか、はいはいはい、2.26 事件が起きそうな感じもね。まあ、日本はもともと縄文時代以来こう、まあ、農耕民族で和を持ってね、そうです、落としとなしということ で相手をまあ排除しないで、うん、まあ、頑張ったらちょっと1割増し、ちょっと頑張らなかったら1割減だけども、うん、みんながこう分け前を持って誰かをこう排除したりっていうんじゃなくてね、うん、まあ、仲良くこうお互いが役割分担で、うん、お祭りなんかそうですよね、みんないろんな、うん、ね、本当にまさに寿司職人さんも、うん、警察官も、うん、いろんなサラリーマンもね、うん、農業やってる方も商売やってる方も同じ神輿を担いだりして、ね、わしょいわしょいって、それがいいじゃないですか、この人ダメですとかってね、うん、ないですか、まあ、そういう意味では本当にね、おっしゃってるようにですね、もうちょっとこうね、そういう摩擦やギスギスしたことをお互いがね、まあ、理解し合うと、まあ、なかなかちょっと理解できしにくいこの国の方もいらっしゃるんですけどね、まあ、おっしゃりたいことは、でもね、人間はね、私も結構100億近い人たちとも話してますけども、心は一つ、うん、涙が出るところ、うん、あれはね、みんな一緒ですよ、親を思う心とかね、うん、子を思う親の心とか、またその中にこうお互いがこう習慣が違ったにしてもね、その辺をなんかこう教育じゃないけども、教育っていうと立ち手がまじいけれども、なんとなく誰かが言い立てこういう形やっていくと、それにこう同調していくようなね、そういうような世界づくりのあれのがいいですね。そうですね、うん、まあ、日本、私は21世紀というのは日本人がねちょっと忘れかけている、うん、先ほど申しましたように和の精神とか、はい、互い助け合うとか、はい、近江商人の三方よし、はい、織手よし会長よし、はいはいはい、世間よしみたいな、はいはい、なんかこう丸くこうなんかこう資源も取り尽くす、うん、奪い尽くすじゃなくて、うん、こうちゃんとこう持続可能に、うん、そうです、これ日本人結構得意としてるような気がするんですけどね、うん、本来のね日本人ね、うん、だからやっぱりこれからのそのいわゆるグローバルスタンダードって言いますけど、まあアメリカとか中国とかヨーロッパその他の国の借り物のスタンダードで、日本人はもうちょっと自信を持ってね、自分たちのおじいさんおばあさんがこれいいかなと思ってやってきたことをもう一度見直しながらですね、うん、で時代の流れに合った形に直しながらこうやっていく、うん、とかもうちょっと日本人自信持っていいんじゃないですか、どうですかね。本当にそう思います。だからその心をね、政府もそうですし日本国民もそう思ってくればね、素晴らしい世界ができてくると思います、ぜひ必要です。だから先生なんかもいろんな海外が出て一緒にこうお会いしてやってますけど、素晴らしいと思います、はい、意外に欧米の知識人はね、こうそういったその侍だとか日本 その精神、うん、を文化伝統などを意外と高く評価してるんですけど、漢字の日本人が結構自虐的でね、日本なんかもう遅れてるよみたいなね、うん、まあ、そういうところあるんですけど、逆に欧米の知識人が結構評価してますので、うん、もうちょっと自信持ってですね、まあ、木村社長のように世界に打って出て、うん、世界の人たちにあこういう人もいるんだなと、うん、こういう水産技術ね、分野の技術移転とかね、うん、そういう技術をこう学んでみようじゃないかと、うん、いいことだと思いますね。本当にそれよね、前向きにこう進んでいけば、なんかおかしいことやっていくとこう
こうお互いがお互い、うん、最初はちょっとしたことが大きく広がって、そうですね、ボタンの掛け違いから紛争、ね、だん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 紛争になっちゃう、紛争が起きちゃうといけないってことですね。そうですね、はい、これはあのこの YouTube は若い人も見てるかと思うんですけど、うん、はいはい、この、まあ、10代20代、はい、まあ、これからの日本の将来を背負って立つ、はいはい、若い人たちなんか社長とからね、はい、こうあってほしいとか励ましの言葉かなんか何かありますか。いや私は今の若い人たち素晴らしいと思います、うん、我々にもねやる気も持ってるし、だからそういった人は何のために生きるのか、何のために働くのか、何のためにこのことをするのかっていうことを、まあそうで生きるためとか食うためってのはあれですけども、それは生きていく手段であって生きるってのは違うと思うんですね。このことをやっぱり学校も教え、お互いの人もこう言ってって、ね、やっていくべきかなと。で若い人ってこれ素晴らしいんですから、世界の日本こんなちっちゃい国ですけども和を尊ぶという、さっきの言ったんで和食も今世界に人が召し上がっていただいてるから、皆さんも世界に飛び出して世界とうまくやって輪をつながってね、喧嘩しようと思えば身内でも喧嘩しちゃう、兄弟喧嘩でもしちゃうわけです。だからそれが世界の場合にそうじゃない方法っていうの、ものの考え方一つで違ってくるんで、そこを分かりながら戦争のない素晴らしい世界平和が来るのを楽しみにしてますね。 ありがとうございます。あと最後もう一つですね、はい、やっぱりですね、僕やっぱり木村社長すごいなと思うのが、普通の人はこれはもう無理だろう、できないだろうというようなことをね、はい、例えばそれやっちゃう、やってらっしゃるじゃないですか、はいはい、例えば私もねこうこうやって見ると、これ自分の地元の天龍材の、うん、テーブル、うん、椅子、そして、はい、こういうことできるんじゃないかなと思ったら、できるんですよ、こうやって初めからあるやつよりもね、うん、こうやってほう気持ちいいじゃないですか、はい、だから徹底的にね、で やるからには中途半端じゃなくて、うん、はい、まあ、何年かかけてね、はい、徹底的に、せっかくお客さん来てもう来る見えるわけだから、はい、これは地元の天龍材です、はい、あなたのとこなんでこんなのがあるのって、はい、アピールにもなるし、はい、なんか応援したくなるってくるんですよね、はいはい、だから社長もね、こうまあいっぱいね、店舗今50店舗ぐらいでしたっけ、はい、だから500店舗ぐらい作ってね、はい、もうバンバン儲けようとかっていうよりも、うんうん、やっぱりクオリティとか大事にしません、ね、でマグロもこの本にありますようにね、うん、50点のマグロもあるでしょうけども、うん、なるべくもう98点満点のね、で確かにね、マグロは、ね、寿司さんがいてマグロがなんだこれってのはないですよね、うん、もうあるもうレベルが高い、うん、やっぱ そういうのはやっぱり信念として、そうです、普通はそんなこと一年中マグロを品質安定して持ってくるなんて無理だったんだ、うん、養殖と違ってね、うん、天然なんだ、どっちも、備蓄はしてありますけど、天然マグロを資源も増やしながらやるという、だから難問だから、普通はマグロ、一緒のマグロを入れて1週間泳がしとこうなったら、うん、みんなマグロ屋がですよ、うん、木村さんすぐ2時間で死んじゃうよ、1時間で死んじゃう、うん、じゃあやったことあんの、いや巻き目で巻くとみんなそれをじゃあ広げとけば、うん、生けずに入れとけばで餌なんか食わないよ、うん、確かに1週間は食わない、うん、でもやり続ければ1週間過ぎたら1匹が食いだしたら全部食いだろ、だからそういう海の牧場作っちゃったら、そうすごいですねそれ、うん、ねえ、はい、最初はあれでしょ、そんなできっこないよって話でしょ、できっこないよな、でもやってみなくちゃ分かんないで、じゃ本当にやったのって言ったら、いややってないって、いやだから私もそうですけど、だからそこが違う、いやだから私もなんですけど、やっぱりね、こういうもそうですけど、こう やってみようじゃないか、そうみんな反対しますよ、なんそんなお金かかることやるのって、そうでも人がやらないことやらないとダメでしょ、で頑張ればで意外とできます、できます、でやってみるとね、それが失敗だろうが成功だろうが、もっとその時考えてた時よりもすごいアイデアが出てくるんだ、失敗を恐れちゃいけないと思う、私も実は中学受験で失敗して、高校受験で、まあ第一志望は残念ながら失敗して、大学も
浪人して、それで外交官試験も1回受けて落ちて2回で目で、まあ、選挙はあの一応今のところ4勝1敗で選挙だけ勝ち越してるんです。あ、間違えた、5勝1敗だ。あの5勝1敗なんですけど、まあ、あのどっちかというと負け越しの人生なんですけども、やっぱりこうダメでもこう目標を上げないで高くしてこうやっていくうちに、自分がライバルと思ってたのが全然ライバルじゃなくなってきて、こういつの間にかね、こう高みにいて、まあ、でもさらにまた競争して、だからあんまりこう諦めずにこうやってるんです。だから、その問題点をもしまた友達も分かる人に聞いてね、お互い一緒になって研究する人なんかが出てくればもっと大きくなります。ああそうですか。だから諦めずに、あ、じゃあこういうの誰もやったんじゃ次ことやってみようかな、うん、そうするとどうなるだろうかな、うん、やってみると、その時に失敗したってそのやった経験ってのは次に行きますよ。絶対すごいこと。あの私も実はあの選挙結構こだわるんですよ、得票率とか、はい、であの前の前の選挙確かあの得票率があの全国で 70.2 とか3で、あの共産党の方だけが出てると80とか取れるんですけど、うんうん、複数で出て70超えるってもう、もう不可能って言われてたんですけど、うん、一応あの、私があのトップでよくできたなと思うんですけども、でもよく考えてみたらね、人がやってることやって当たり前、人がやってないこともやるんですよね。でやっぱり3倍5倍6倍ぐらい努力すると、して6倍得票できるか、そうじゃなくて、うん、まあ2割増し3割増しとか、うん、でも結構いいとこまでいくんですよ。やっぱり自分で創意工夫っていうんですか、自分で考えて失敗してやってみて、こうキョロキョロ回しながらみんながやってることを真似してるんじゃなくて、で逆に私がやってることを結構真似されたりするんですけどね、うん、で自分の広報チラシとか、うん、あ、まあ、時にはね真似させてくださいっていう人ね、別に勝手に真似してもいいんだけど、あ、こいつ真似してるなみたいな、まあいいんですけど、あのやっぱり自分で工夫してやってみて失敗して、うんうん、チャレンジして続けると必ず結果ってついてきません、ね、うん、そうです。だからあのよくみんなにも言うんです、犬も歩けば棒に当たるっていう、はい、我々もね、仕入れ先になり人と会ってみると、いや、あの人と会ってもこんなもんだよなんて自分の頭で思っちゃう、うん、時間のある限り会ってみるんです。ああなるほどね。会わせていただく、そうするとまた次のはずが、あ、すごいこと持ってるなって見つけられる、うん、いやでも俺本当ですよ、あの私もあの世襲議員じゃないんですよ、もう地盤看板カバンが全くないんだから、ね、あんた誰とかね、落下さんじゃないみたいな、あんたバカじゃない、選挙なんか出て、あ、で相手が最初出た時ものすごい強力な方だから誰も手を挙げないんですよ。わしもね、だけどその時はラッキーで一発で受かったんですけど、まあ 2,3 回落ちてからじゃないとダメかなと思ったけど、まあ、そういう中でですね、おっしゃるようにいろんな出会いがあったりとか、ね、こう味方ができたり、こう、そうです。でやっぱり100人会うとね、やっぱり1割ぐらいはね、まあ、面白いから応援しようじゃないか、うん、やっぱりね、いろんなでそういう方々とこうまたね輪になってもらってって、そうです、どんどん発展しません？なんかこう、なんかそういう発展する法則ってありますよね。なんだろう、何なんだろうな、なんかありますよね。だからそれがやっぱり素直な気持ちになって意見聞いてみたり、こう動くと、動かないものに発展はない。動くとこう汗をかくしね、エネルギーが電気が起きてくる。それとあと動いていくとこうはなんか僕は聞こえないものが聞こえたり見えないものが見えたことほとんどないんですけども、うん、なんかこう波長が合う人がこう、そうです、 なんか合わない人と合う人って、うん、波長が合う人が合ってるうちにまたどんどん広がって、なんかそういうのありませんかね。あります、あります。それがまたエネルギーにいただけて明日また働けるわけです。ありますよね。あります、あります。だから本当にあの僕は木村社長にお会いするとなんか元気をもらって、いやいやいや、そんなことない、私よりも先輩だけどなんか頑張ってるんで私も頑張んなきゃって思いますけど、でも世界のことを全部知ってらっしゃるから、またいろいろ、いやだから、いやだからね、あの多分私ちょっと大変失礼な言い方ですけど、木村社長と私のこう少し共通してるとこっていうのは、うん、物事をこう狭い視野で見てなくてね、うん、じゃあ日本全国で見たらどうだろうとかね、あるいはアジア全体で見たらどうなんだろうとかね、地球国際社会で見たらどうだろう、はい、あるいは宇宙から地球を見たらどうだろう、やっぱそういう発想ってこれを見ないといけない、大局観もそうです、必要です。
そうするとなんかあこんなやり方もあるんじゃないみたいな。そうだから商売やるにしてもね、何でもそうです。今ワクチンでも世界全体何億人だと、でそのうちの今どれだと、人を作るスピードがこれだと、そういうところ分析していけば今こうだったのできちゃうわけです、どう打つ人数をこうすればとか。だから早く対応するためのね、全体を最初山を見て、それから森を見てこう林を見るんだっていう事業もそうです。なるほどね、それから全体も見てその中で一つを今きらりらく、うん、でまたそのちっちゃいことですけども、ちっちゃいことをコツコツやることも必要なんです。でかくなっちゃう。そういうことだ。私も同じなんです。だから、うん、選挙ももう あんまり見せちゃいけないけど、なんかこういうね、どっか行っちゃったらもうある300世帯の地区のね、うん、中のこう有力者10人のねリストとかね、うん、そういう人の方に電話したりとか、あるいは何かの時にね、うん、秘書が挨拶に行ったりとか、やっぱりそうやってこう細かくやる、うん、同時にマクロの大きく対極的に、ね、全体じゃ、うん、まず自分の弱い地域どこだろうと、ここもちょっとやって手こ入れしなきゃとかってこう細かくやりながら、これ両方やらないとダメです。そうです、ね。いや分かりました。なんか自分のやってるのが本当大丈夫かなと、自分の社長と少し重なる部分があるんで、ね、成功への道なのかなと、まあ、まあ失敗を恐れないってことですよね。そうです、間違ったって失敗したって落ちたって怪我しないんですから、ね、そうですね、もう生きて、でも生きておまんま食べるだけでね、うん、本当に御の字だっていうふうにね、まあ、言い聞かせないながら落選中ですよ、落選中思いましたから、やっぱり私自身もね落選して辛い思いもありましたけれども、逆に別にその選挙とか関係なしにね、国民の皆さんがやっぱ笑顔で、あ、美味しくて楽しかったと、良かったと、やっぱり幸せになってほしいです。そうです。だからこのコロナでね、みんなが家にこもってこうだと、もう自殺とかいろんなこと考える人もいる、意見を承知でしょ、でも今生きてられるんだと、うん、水が飲めるんだと、で米一つ食えるということあればね、それを幸せだと思えば、いやそうですよ、いけるんです。それが外にも出らんない、何もこう贅沢をたどらないでね、うん、今この幸せさを持てばね、だってあれだけ太平洋戦争があって、あれだけの方が亡くなった時に天皇陛下がね、忍び難きよ、忍びです、耐え難きを耐えて今の日本来てるんですから、そのことをそうですね、ご理解した上でやるべきことをありがとう、やるのを一緒になってこい、一人でも多くの人とね、また頑張って、ありがとうございました。本当にね、やっていきます。ありがとうございます。本当に今日はね、なんか木村社長から元気をいただきましたけれども、またこの YouTube をご覧になっている皆さんね、またまだ始まってばかりのこの YouTube チャンネルですので、ご感想等をいただければよろしくお願いしたいと思います。またぜひね、清村社長の寿司談話も、ね、皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。